あのドローンはあいつらのせいでカイに気づかれたじゃないか。仕方がない。カラスのドローンには中継する権利がある。だがユイトの気持ちはよくわかる。よし、君たち後で口裏を合わせてくれよ。え、マジか。マジ、後で懲罰を食らうぞ。だから口裏を合わせろと言ったんだよ。そういえばユイトの超能力は念力だったね。せいぜい奴らの残骸を利用してやれ。なんなら後から来るカラスも落としていいぞ。うん、わかった。どうなっても知らんぞ。例えば年の離れたお姉さんとか。静かに。え？敵だわ。戦うわよ。わかった。好きにして。よし、この調子で行こう。なんとか倒せたな。あれ、カサネの後ろに落ちてるの瀬戸隊長の万年筆じゃないか。でもここは通れないな。他の道を探そう。当たれ。そう、でも隠せよ。えい、この調子で行こう。水浸しってことは感電しやすくなってるかも。かわせてくれ。とはっ、よし。やっ、はっ、はっ、はっ、やった。そこだな。
よし。ナギ。悪い。お姉ちゃんは。大丈夫。今そっちに。何？